たまにはいいこと言うんだね。なんでみんな
した
習させてください。はい。はい、あさっての7月2日土曜日に大阪のスタジオクオリアという場所で撮影会がありますので、よかったら写真撮りに来てください。よろしくお願いします。はい、そして7月3日日曜日に大阪のサウンドノートさんというところでショーンスムーブメントさんの主催のイベントがありますので、そちらもよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次が最後の曲となりました。わー、めっちゃ綺麗、ありがとうございます。それでは最後も楽しんでいきましょう。聴いてください。初恋サイダー。キスをあげるよ、今気づいた想い、どんな言葉でも足りない、ただわかってるか。ありがとうございました。